構造主義的マルクス主義とはアルチュセールやプーランザスを代表とする階級論と国家論の総称であり、西洋マルクス主義の主な潮流の一つである。そもそもはアルチュセールがマルクスのために資本論を読むの中で提唱したマルクス主義の立場に由来する。アルチュセールは経済決定論やヘーゲル歴史主義、 実存主義といった、それまでのマルクス研究が持ち込んだ外的要素を取り去って、カール・マルクスのテキストそのものの構造に従って読むことを提案した。そして、この構造主義的読解によれば、初期、マルクスの思想は人間中心主義と歴史主義であり、その疎外論が刑事上学的なイデオロギーであったのが、いわゆる認識論的切断によって、これを乗り越えて、 後期思想において、経済的構造の科学的認識を確立することができたという。すなわち、マルクスは、社会と歴史を、経済、政治、イデオロギーという諸水準の構造が接合し、相互連関し合う全体として、つまり、重層的決定のシステムとして捉えることができたというのである。この 重層的決定に代表される主張はいずれも構造主義理論から継承したものであるが、ここでの眼目は、彼らが歴史的変動は構造そのものの中に内蔵されている矛盾の把握によってしか求められぬとして、階級と国家を中心にした経験的研究を推進したことにある。例えばプーランザスは多言論的国家間及び道具論的国家観のいずれをも知りけ、 国家構造を資本主義のシステム的拘束や矛盾によって規定されたものとみなし、社会構成体内に存在している力学の解明に取り組んだ。ありがとうございます。